ハンコック軍はアメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地はスニードビルである。2000年国勢調査時の人口は6786人だったが、2005年の推計では6704人と微減した。国勢調査局によると、この軍の総面積は579平方キロで、うち576平方キロが陸地。 総面積の0.54%に当たる3平方キロが水域となっている。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査時点で、この軍には6786人、2769世帯、1938家族が暮らしている。人口密度は1平方キロ当たり12人で、平方マイルに換算すると30人となる。 住居数は3280件で、1平方キロに平均6件が立っていることになる。住民のうち白人は97.91%、アフリカ系は0.249%、ネイティブアメリカンは0.24%、アジア系は0.07%、太平洋諸島系は0.01%、その他の人種は0.34%、根血は0.94%、 ヒスパニックは0.37%を占める。2769世帯のうち31.0%は18歳未満の子供と暮らしており、55.1%は夫婦で生活している。11.0%は未婚の女性が世帯主であり、30.0%は家族以外の住人と同居している。27.7%が一人未世帯で、 13.5%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.39人、家庭の平均構成人数は2.91人である。住民のうち23.1%が18歳未満の未成年、8.8%が18歳以上24歳以下、26.9%が25歳以上44歳以下。 25.5%が45歳以上64歳以下、15.7%が65歳以上となっており、平均年齢は39歳である。女性100人に対して男性が95.1人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては94.3人いる。一世帯あたりの平均収入は19,760ベ米ドルで、週内最低。 全国の軍でも下から27番目である。家族ごとでは25,372米ドルである。男性の平均収入は23,150米ドル。女性の平均収入は18,199米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は11,986米ドルとなる。総人口の29.4%、 家族の25.3%、18歳未満の子供の37.5%、及び65歳以上の高齢者の30.7%は貧困線以下の収入で生計を立てている。この群には欧州系、アフリカ系、さらにはネイティブアメリカンのオクムメランジャンと呼ばれる人々がいたことで知られる。20世紀初頭に彼らに教育を施した。 バーディーコミュニティスクールは現在、ニューリッジ地域の歴史遺産になっている。ありがとうございます。